さて、役も決まったことですし、次はダンスパートのセンターを。はい？大丈夫とは一体何のことでしょうか？別に演技を見る必要はありませんよ。男たちの役は今回の式にふさわしい人物を選びましたから。演技力ですか。正直申し上げて、ここにいる皆さんに大きな演技力の差はありません。もちろん中には生まれつきの役者というものも存在します。普段の佇まいや存在感、彼らはそういったものからして違う。ですが、そんな人はほんの一握りです。つまり僕はここにエース級のピッチャーがいないので、特性を生かしてポジションを決めているだけということですよ。あなたがエース級でしたら話は違いましたけどね。そうですね、確かに僕は若輩者ではありますが、そんな僕でも経験がものを言うのはそれ相応のレベルに達してからということは知っています。すみませんが、あまり時間がありません。そろそろ次に。え？待ってください！言ってしまった。おやおや、これは困ったな。仮にも劇団員ならこんなところで放り出したりはしないだろうと思ったんだけどね。いいんですか？メンバーが一人欠けてしまいましたが。そうだね、本当なら。まあ、今回は仕方がない。時間もないし、話を進めていこう。ダンスパートのセンターは、ダンスだけじゃなくて、歌も歌ってもらいたい。誰か、立候補する人はいないかな？おやおや、みんなさっきのやりとりで、すっかり萎縮してしまったね。ダンスパートのセンターもプロポーズをする男役と同様、かなり重要な役になる。照明や音響でフォローをしようにも、今日の式は屋外、ある程度は基礎力がついている方がいい。当初はさっきの彼が第一候補ではあったけれど、あの性格では他のメンバーと衝突を起こしかねないから無理だったろうね。歌と踊りができる、ステージ慣れした人間がいればいいんだけれどね。歌って踊れる。あ、上白先輩。ん？なんだい？一人心当たりがいます。で、なんで俺を呼ぶんだよ。アキトならダンスパートのセンターができると思ったんだ。頼む、アキト、協力してくれないか。
あのな、もしこれに協力するとして俺に何のメリットがあるんだよ。とにかくだ、トーヤ、俺は結婚式の出し物なんかのために歌う気はねえ。他当たれ。そうか、うん。結婚式の出し物なんかねえ。ああ、そういう見方しかできないのならやめておいた方がいいだろうね。どういう意味すか？確かに君にとってこの結婚式はただの興味の湧かないステージだろう。けれど新郎新婦にとっては一世一代の大舞台だ。この舞台にかける思いの強さがわからないならやめておいた方が賢明さ。実際君にこの役は重荷だろうしね。あんた、そうやって乗せようって魂胆だろ。気に食わねえな、そういう風に人を動かそうって考え方が。ああ、さすがにバレてしまったか。これは失礼。ヘラヘラしやがって。本当に悪いと思ってんのか？本当にと言われるとどうかな。喧嘩売ってんのか？今の僕にとっての最優先事項はこの式のショーを成功させることだ。今君を承諾させるためならどんな手でも使うよ。君を怒らせても悲しませてもね、僕はそれを悪いとは思わない。開き直りかよ。ますます気に食わねえな。何言われてもお前みたいなやつとやらねえぞ。どうやも分かったか？あ、そうだな。すまない、アキト。考えなしに誘ってしまって本当に悪かった。高野祭の時もそうだった。ついアキトの好意に甘えてしまった。それは別に。ただこれだけは分かってくれ。上城先輩は何の利益もないのに今回の演出を引き受けてくれたんだ。どういうことだ？実は今日来るはずだった演技指導の人間がトラブルで来られなくなったんだ。そのせいでこの催しも一度は中止になるはずだった。しかしこの催しを計画していた新婦は今日の式で新郎を喜ばせたいと強く願っているんだ。それだけ思い入れのあるイベントならば俺なら絶対に成功させたいと思う。どうよ。上城先輩も同じ気持ちだ。新婦のために何が何でもこの式を成功させたいと思ってくれているんだ。それだけは分かってほしい。急に呼びつけてこんなことを言ってしまって悪かった。この穴埋めは必ず。ちっ、んでどうすりゃいいんだよ。え、どうとは？俺は今から何すりゃいいんだって聞いてんだよ。アキト、言っとくがあんたのやり方は気に食わねえ。だが何が何でも成功させてやろうって気持ちだけはわかる。だから今回だけはどうやの顔に免じて手伝ってやるよ。そうかい、それはよかった。その代わり一つ貸しだからな。ああ、この借りはいつか返そう。そうと決まれば早速練習と行こうじゃないか。青柳くん、今何時だ？12時半なので本番まであと1時間半です。あ、1時間半？おい、それマジで言ってんのか？マジも大マジさ。さあ早く練習を始めようじゃないか。東雲くん、衣装も揃っているよ。ところで青柳くん、空から颯爽と登場したいと思ったことはないかい？
空からですか？それはちょっと。おい、東野に変なことやらせんじゃねえぞ。冗談さ。さあ行こう。